ジ修論62、元祖天才プレイヤーが欧州制覇を果たした処世術とは。小学生時代から天才少年と言われていた元日本代表 MF 小野伸二、43イコール札幌は名門の静岡、清水賞、現清水桜ヶ丘高から1998年に J1 浦和入り。高卒の新人ながらスタメンに定着すると、日本代表にも抜擢され、18歳272日の日本最年少記録でフランス W 杯メンバーにも選ばれた。J リーグでは FC 東京時代の久保とも対戦、17年、すべての写真を見る、2枚。2000年にアジアカップ優勝に貢献すると、1年にはオランダ一部フェーエノールトからオファーが届き、移籍金4億円、推定、で加入が決まった。すぐに、オランダビッグ3の名門でスタメンに定着。2年5月には欧州サッカー連盟 UEFA カップ制覇に尽力し、日本人初の欧州タイトルを手にした。当時複数の日本選手が欧州クラブに所属するも、主力としてプレーしていたのは小野を除けばイタリア一部ローマの MF 中田英寿しかいなかった。しかも、フェーエノールトはオランダ代表を指揮することになるベルト・ファンマルバイク監督が率いる強豪で、後にイタリア一部 AC ミランで活躍したデンマーク代表 FW ヨンダール・トマソンやイングランドプレミアリーグのアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドで得点を量産したオランダ代表 FW ロビン・ファン・ペルシらスターが多数所属。選手層の厚いチーム編成だった。そんな豪華メンバーが集うチームで小野はなぜ活躍できたのか？オランダで2年目を迎えた当時、本人に理由を聞くと最大の理由に、語学力を挙げた。まだまだ完璧ではないですけど、みんなが何を言っているかはわかります。テレビを見て覚えたり、積極的に選手たちとコミュニケーションを取ったり。言葉に不安を持っていたらサッカーはやっていけない。実際、小野は家庭教師と契約し、チーム合流前からオランダ語を猛特訓。スタジアムで行われた新入団の挨拶では完璧な発音を披露し、サポーターの心をつかむと、練習後やオフの日なども学び続け、指揮官やイレブンともコミュニケーションを深めたことで好結果につながった。さらに小野が、成功の秘訣、としたのは意外にも、夜遊びだった。小野は、仲の良い選手がいるので、よく声をかけてもらって試合後はクラブにも出かけていますよ。遊びに行くことでコミュニケーションが取れますから、すでにオランダで生活することが普通になっているので、休みの前日とか夜通し遊んで奥さん、千恵子夫人には寂しい思いをさせることもあるので、それは悪いと思いますが。と話していた、小野はフェーエノールトで5シーズン、ドイツ一部ボーフムで3シーズン、オーストラリア一部ウェスタンシドニーで2シーズンと海外でも長くプレー。43歳になった現在も現役を続けているのも、小野流、処世術のおかげと言えそうだ。継承略？